はい、皆さんこんばんは。スカイゲーミングの M です。今日はアストラルチェインの12の2ですね、やっていきたいと思いますのでお願いします。前回ね、この上の3つ、アークモールまでやらせていただいたんで、今日からあと残りの3つぐらいですかね、ボスまで行ければいいかなと思ってるのですが、また喋っちゃいましたね、ヘリコプターでね。なんか変わってませんでした？何かが、なんか変わってません？ね、画面、あ、なるほど、なんかいじったね。あれ一緒かな。まあいいですか。あ、ほらいじってる、やっぱり。何画面っていうのかな、選択画面の色が違う。ほら、見づらい、水色。なんで水色にしたのか。いじりましたよね。あ、なるほどね。これのノーマルモードが終わったので、次のステップをやっていたと。で、急にこれ続き撮るよって言われたから、焦って着替えてきたと。なるほど。で、会話ずれ。あ、まあいいですよ、今回はね、このままで。どうせだって今回も戦うだけ。そんなこと言っちゃいけないですね。スキルも結構新しいのね、前回も言いましたね、増えてますけど。さて、また呼ばれちゃったんですけど、お、いいっすね、それなんすか今。ジャストレギオン、あー、教えなくていいですよ、言わなきゃいけなくなっちゃう。アロだけでね。テーブルがギシッと、これ肘つくとすごいんですよ、テーブルが。ほら、ギシギシ言いません？聞こえないかな。買わないとね、やっぱね。あ、そんなことより、皆様明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。明けてますよね、多分ね。まだね、撮ってる時は31かな、今日31日、今日大晦日ですよ、ね、だからおめでとうございますじゃまだないんですけども、これね、出すのは明日かな、明後日かな。あ、違いますね、もう一回コードベイン出してからこれ出そうと思ったんで、3日ぐらいですかね。だからもうお正月明けでね、ベロベロで二日酔いの時ぐらいですかね。正月って飲みません？あ、通常銭湯ですよね、大丈夫ですか。喋る前に聞かないとね。で、何でしたっけ、雑談いいんですよね、これね。ダメですか、見ます、少し。前回あれですよね、ちょこっと喋って、これは説明することないなと、そんな感じでしたよね。で、ちょっと流させていただいた。でもね、ほら、新年のご挨拶ぐらいはね、しとかないと。前回の時撮ってないのかな、お正月ってあんまり考えてなかったので。バタバタしててね、師走ですからね、師も走るんですよ。
そういう意味ですよ、師走って。あのね、先生も走るってことでね、忙しいんですよ、それぐらいっていう。習いませんでした、学校で。だんだんなんか、でも難しく、っていうか、そのレギオン投げからの空中攻撃、いいですね。なんで前やんなかったんですか。あ、最近気づいた。クリアしてからいいじゃないですか、そのレギオン投げて全然スタイリッシュですよ。なんか出ましたよ、押し間違え。早いしね、レギオン投げた方がいいですね、確実に。すごい数。そのレギオンのアームのこれもね、いいっすよね、それ役に立ちますよ、それは。なんでクリアする前に持ってなかったのかっていうね、そのぐるぐるもね。ジャストレギオン違うんすか、これあれですよね、クリアした、あ、でも2周目回るんだったらね、いいですよね、スタイリッシュになって。まだ他のレギオンも取ってないのあるんですか、スキル。あ、アロ取ってない。なるほどね、まだプレミアムコードが多分足りない感じですよね。じゃあ2周目やるんですかね、本当にね。またはね、同じ、僕らはいいんですけどね、見てる方が。でも難しいからいいのかな。このゲーム面白いですもんね、見てればね、戦いもスタイリッシュですし。終わった？いけましたね、お疲れ様でした。脅威の殲滅クリア、 S プラスいただきました。今のところ S プラス多いですね。まだまだ初級だからいいのかな。ほら、やっぱ青じゃないと落ち着かない。ワープありますよ、ほら、ここがね、青ですよね。まあ、ローディングのこれも青でしたよね。どうぞ。お疲れ様。初級5、行ってみますか。このファイル12クリアすると全部ね、プレミアムいただけるんですかね。いただければいいですよね、今回でね。まだ武器とかもプラス9まで上げてないですもんね、多分ね。お、いっぱい。あ、上にいますね、天井。あれを撃ち落としてから行くのかな、多分ね。あ、そうですね、色直りましたね。あ、これやりづらい。上撃ってる暇ないじゃないですか。あ、ハウリングしてね、あれするとかなんかした方が聞いてないですけどね。お、当たった。
チャンスですよ今、まあ、それから倒すのかな今まで通りね。ちょっとジャストできよう。まあアロ以外は言わないんですけどね。ていうか今のジャストレギオンなんですか、それすら分かってないですけど、右上っていうんですか、電気じゃない、提灯のところの全然違うな、この真上ぐらいに。お、そう考えるとでも単調じゃないかもしれないですねこれね、他の敵と混ざるとねかなりやりづらいですよね。でもそんな喋ることないですよね多分。雑談しますか、新年一発目の、あ、二発目か、順番的にはね。でも雑談もないんですけどね、ちょっと風邪ひいて声がガラガラしてるぐらいで、風邪気をつけてくださいね、寒いんでね皆さんも。あれなんで休日とか休みの日って風邪ひくんですかね。世の男性多いですよね多分ね、休みにじゃなくて休みに、なまっちゃいましたね今ね。休みに風邪ひく方とか体調壊される方多くないですか。結構ね僕そういう人なんですよね。多分平日に仕事をね気を張ってやってるんでね、家帰るとほら安心するっていうかリラックスできるじゃないですか。でちょっと気を抜くとね具合悪くなると、そんな感じですよねいつもね。なんかお休みとか連休、あ、ごめんなさい携帯また消すの忘れてました。連休があるとね風邪っていうか具合が悪くなって、だいたい病院がやってないと、そこ入るんじゃないですか。いいっすねスライディングで。先日ねお正月にちょっとその前に雑談してていいですかね。いいっすか。すいません、帰省しようと思ってね、実家が長野の方にねあるんでね、まあ雪とかも心配なんで車で行くんでね、ちょっと連絡してちょっと行きますよなんて話をしたら、なんか具合悪かったみたいでね、3日ぐらい前かな、嘔吐と下痢があって熱が出たと、ノロでしょって思ったんですけど、ノロですよね多分ね、家族全員になったらしいです。そんなこと聞いて、あと 2,3 日後に言おうとするでしょうちのおかま。違うんです、お昼ご飯炊こうかなと思ってご飯炊いてたんですね。早いですね最近のおかまね、30分ぐらい炊けちゃいますもんね。ちょっと油断してましたね。で何の話でしたっけ、あ、ノロって言われたのに行かなきゃいけないと、怖くないですか、ね、ちょっと予防をねしないといけないかなとは思ってるんですけど、そんなの言ってから言ってくれればね、まだね行く前に言われちゃったらもう覚悟は大変ですよ本当に。そう思いませんね、まあせめて風邪とかならねいいですけど、絶対病名言わなかったですけど
ノロですよ、多分。ちょっと怖いですよね。年末だからね、本当体調崩す方結構いるんでね。プレミアム怒ってますね。プレミアムじゃないか、それプレミアムって黄色でしたっけ。レアが紫でしたっけ。なんかそんな感じですよね、色はね。でもあれは欲しいですね、アビリティコード。意外とアビリティコードも取って、何でした、デストレギオンプラス 25% ってことはレアかな。なんか 50% とか 60% とかありますよね。トイレがあったとこは行けないと。どうしたんですか。ノロの話したらお腹痛くなりました。いや、本当気をつけてくださいね、皆さんも。ちょっと体調だけはね、それしないとね、お正月ずっと寝てなきゃいけなくなっちゃうんでね。何ですかそれ。なるほど、地面に隠れているやつを探してから倒すと。よく気づきましたね。この手前にもありますよ、掘る暇がないってね。なんか単調じゃないように考えてんですね。当たり前ですかね。ずっとあの前回同様ね、単調なのが続くのかなと思ってたんでね。そこにもあります。倒し方が分かんないっていうのはね、いいですよね、探しながらやるってね。激しい。まだでも3匹シールド持ち、光ってるやついますね。ジャストレギオン言っとかないとね。実は意外とジャストレギオン知ってるよと、ちょっと見せとかないと。違いますか。いたいた。まだね、シールドついてるやついますよね。どっかありますか、他に穴掘るとこ。なんか誰か来ましたよ、スマブラお友達が、スカイ君。スマブラ行けいいじゃないですか。ちょっと待ってって返事しないと。スマブラもね、結構やってるんですけどね。あ、上にあるアローで落とすんだ。もう一匹も上にいましたね。いた。どうしてる暇がないってね。まあハウリングしてその隙に当たってないとね。いいじゃないですか。なるべくでもフィニッシュした方がいいですよね、ライフ減るんでね。少し左左左、そう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 、もうちょい。惜しい。そこです。これで最後かな、多分ね。やります。アロー出したんでね。ジャストレギオン。
れるかな。取れなかった。残念。脅威の殲滅クリア。 S プラスですね。結構意外と時間かかっても S プラス取れるってことですかね。結構長かったですよね。例えば、あ、そうですよね。レギオン洗ってないですね。じゃあやっときます。ほら綺麗。もう一回かな。時間的にね。何個ぐらいあるんですか。いっぱい。いっぱいですよね。じゃあいっぱいだからやりましょう。これボスって出てますよね。初ボス。宝箱。いや、あ、そこにもいや、ドアの入り口のところにもあるんですよ。それを言ったんですけど、ほら、これこれ何拾ったんですか。グレネード。あ、危ない。グレネード使いたくなっちゃうんですよ。いや、もったいなくないですか。ほら、強い。これ多分ボス戦だからボス用に取っとくような感じじゃないですか。流れ的には違うのかな。バンバン使ってるじゃないですか。もったいなくないですか。関係ない。まあいいですけど、別に多分ね、ボスの時に使うために怒ってるような気しますけどね。まあいいですかね、そういうのはね。硬いですね。これボスじゃないですよね。ボスはボスでいるんですよね、多分ね。これボスなのかな、このタイラント。違いますよね。敵もアームレギオンいますよ。アーム対アーム。基本はこのブラックホール的なもので集めてまとめて倒すっていうのがいいんですかね、やっぱりね。ほら、タイラントタイラントですよね、これね。そういえば、うちに、あ、また雑談してていいのかな。あれがあるんですよ、バイオハザード7。ちょっと古いですけどね。やります。やらない。本当怖がりですね。ゲームでもダメなんですか、そういうお化け系は。あ、そうなんですか。ダメ。一応ね、ほら、バイオハザード7通常バージョンとね、
グロテスクバージョン、気持ち悪い方っていうのがあるんですよ。なんでね、グロテスク、こっちか、グロテスクバージョンをね、買ったんで、やらないですか、本当に。僕やろっかな、バイオハザードはね。たまには。僕ね、ゾンビ系とかそういうの大好きなんですよ。来た、ボス。いましたね、ボス。全然ボス、据えてないですね。重いのかな。こんな敵見たことないですね。これはね、色違いかな、違いますよね、見たことないですね。お、なんかこのクエ期待できるじゃないですか。てっきり、あ、言わない方がいいかな。いや、ほら、使い回しでね、おまけ的なクエだと思ってたんでね。違いますね、ちゃんと作ってるんですね。ちゃんと作ってるんですねっていうのもおかしな話ですけど、いいですね、こういうのってね。クリアした、まあクリア、これも含めてのクリアっていう感じで作ってればね、一番プレイヤーとしては嬉しいですよね。ザクも増えてきて、やりづら。でもこのファイル12になってから急激にアクション感っていうか、アクション的なところが強くなりましたよね、このゲームね。死にそうになったりもしますもんね。でもあれですよね、プレミアムコードがもうちょっとね出ればいいのかな。意味わかります。ほら、だんだん難しくなるってことは自分も強くしたいじゃないですか。でもプレミアムが多分、あ、でも撮ってないのかな。うちらがほら、写真クエとかやってないですからね。ああいうのやればもうちょいスキルとかもね、ある状態で来れるのかもしれないですけど、出戻りしてもプレミアム出ないですもんね、これね。レアとかはコモンとかいっぱい出ますけど、結局プレミアムがないとスキル解放できないとかね。まあそれも含めてバランスいいとは思うんですけどね。急にゲームの話しちゃいましたね。雑談します。死にそう。逃げましょう、逃げましょう。回復、回復。じゃあお昼はカレーですよ。昨日作ったんだね、カレーね。うちね、カレーってほら、各家庭でいろんな味あるじゃないですか。結構ね違うんですよね、各家庭各家庭で。うちねチキンカレー、手羽元をねカレーに入れるんですよ。それでなことどうでもいいですか。いや、美味しいですよ、手羽元入れてね、カレー作ると。手羽元カレー、勝手に名前つけてますけど、ちょっとやってみてください。美味しいんで。普通は豚かビーフカレーかね、どっちかですよね。チキンって言っても普通のチキンですもんね。
なんかね、手羽元をうちね、作るときね、最初、こんなこと話してていいのかな野菜を油で炒めて、手羽元と一緒にね、最初。で、その後、煮込むんですよ。圧力、あ、忘れてました、また携帯。消しとけってね。大丈夫ですか？ね、もう、携帯鳴るのはしょうがないと思ってください。圧力鍋的なものでね、手羽元を煮込んで、でもボロボロになるまで煮るんですよ。今便利なのがあって、一回火かけるじゃないですか。そんでね、そこの入れ物に入れておいて蓋しとくと、30分ぐらい放置しておくと、もうボロボロにお肉がなるっていうね、素晴らしい当たってない処理器具があるんですよ。それ使うとね、すごいですよ。ね、ガス代も安いし、本当に柔らかくなるよ、角煮とかも。角煮で死んじゃいましたね。初めて見ましたね。でもね、蘇るの。ハート2つってことは、あと1回蘇りができるのかな？多分ね。なんか、ライフ、多くないですか、ゲージより。2808かな。なんか多いですよね。生き返るとライフが多いと。これ前も死にましたっけ。同じこと言ってます、もしかして。覚えてないだけかな。でもライフ増えてますよね。いや、これは S プラス取れないかな。ほら、ここでグレネード使うんですよ、ボス相手に。あんなにビリビリしてたじゃないですか。もったいない、あんな雑魚に使ってね。えいけるかな、これでね。フィニッシュ。ドア開きまして、開いただけ。脅威の殲滅クリア。レイブンの制服、お洋服いただきましたね。いや、倒せてよかったですよ。カレーもね、話終わってないですけど、これで安心してカレー食べれます。はい、じゃあとりあえず戻ったところでね、また次回へと。いや、いいですよ、オリーブさんとこ行って。せめて最後ぐらいお疲れ様聞いてね、終わりにしましょう。今日はね、ボスイージス研究所まで。じゃあまた次回続きをアップいたしますので、よろしくお願いいたします。またよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。スカイゲーミングの M とスカイがお送りしました。バイバイ。